皆さんこんばんは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日は俺話をですね、久しぶりにオリジナルな形でやろうと思ったんですけどね、特に今日はですね、このとても珍しいお酒ですね、勝ち馬っていうね、滋賀県のお酒なんですが、これですね、 JRA のね、滋賀県のトレーニングセンターの近くにあるね、お酒屋さんのですね、安井商店さんですかな、ちょっと待ってくださいね。安井商店ですね。そこで、蔵元さんとですね、共同開発したお酒でとっても名酒だと。非常に競馬界では珍重されているお酒のようなんですね。いうことでね、これもう実はね、夕食の時ちょっとね、なかったんでね、ちょっとね、もういただいてるんですけどね、いつもは開封式やるんだけども、美味しかったんでね、また引き続きこれをね、ちょっと皆さんにお知らせして飲みながらですね、珍しいお酒ありがとうございます。いつものいちごとですね、それから今日はですね、今日乗ったらね、これこの間ね、静岡もあった時にね、塩辛屋雅平さんで買ってきたですね、練りウニイカの塩作りっていうのはね、これをちょっとね、舐めながらやろうと思います。じゃ いただきます。まずはこれいただきます。スッと入るんですよね。ここからじゃないけど辛口の方だと思いますけどね。とても美味しいお酒ですね。ちょっとですね、辛口なんでね、辛口のお酒にはやっぱりね、いちごが合うっていうのが私の信念でございましてね。スーパーで買ってきたとちおとめなんですけどね。今日はですね、普通にいいお話をしようと思ってるんですが、特に話題にしたいのはここにね、これ一度ですね、坂東忠信さんをお招きしたですね、対談の時にですね、ご紹介してるんですけどね、清水智美さんがですね、新しく出された命がけの証言っていうね、対談とですね、こういうですね、漫画でのね、ウイグルの人たちが今中国でね、どういう目に遭ってるか、その体験談をね、日本にお住まいの方も含めてお聞きしてですね、書かれたものなんですけど、非常にこれ内容が素晴らしい。前にもね、前著でやはりこれにも含まれてるんですけどね、その国の名を誰も言わないっていうね、漫画が含まれたやつね、これにも含まれてますけども、ご紹介したことありますけどね、非常に好評で、これがまた出たらですね、もう3釣りぐらいいってるぐらいですね、読まれてると、非常にいいことだと思うんですけどね、もうそれを上回ってね、ぜひね、多くの方に読んでいただきたい。私の知り合いのね、ウイグルの人も出てくるんですね。この私の身に起きたことっていうのをね、これ書いてる女性であるとかね、特にですね、新松戸でね、ウイグル料理店をね、おやりのですね、方がいるんですね。ウイグル男性の話ね。この方はですね、これ虎ノ門ニュースでもね、紹介されたんですけども、 お兄さんをね、人質みたいに取られて、だいぶ脅かされてるんですよね。ハリマトローズさんっていう方ですね。日本ウイグル協会でね、一生懸命このウイグルの人たちのね、弾圧というのに反対してね、署名運動をやられてるんですけどね、私はね、一つ言いたいのはですね、このウイグルの人たちですね、私も本当にわずかなことしかしてませんけどもね、ご支援させていただいて、私はウイグルのこの問題をですね、日本で先駆けて、紹介してきたね、明治大学の准教授の水谷直子さんという方と前からいろんな仕事のこととか他のことで、知り合ってきましてね、その水谷さんのご紹介もあって、日本ウイグル協会の人たちともいろんなお話をしまして、非常に、
日本に渡ってきたけど帰るに帰れなくなってしまった人もいるということで、まあそれをですね、安倍総理の方にもね、実は機会があってお願いしまして、安倍総理の弟さんの岸信夫さん、今はですね防衛大臣やられてますが、非常にお骨折りいただいて200数十人の方がね当座ですね、心配なく日本に入れるようにね、手配をしていただいた、帰化を希望すれば日本で帰化できるということでね、お話をつながしていただくことをしたんですけどね、そもそもですね、私は本当にね、この方たちに感謝しているのはですね、拉致被害者のね、救う会の運動にもね、非常にウイグルの人たちのとはですね、関心が高くて、これは埼玉の救う会で紹介されたんですけれども、非常に埼玉の救う会中心にですね、この拉致被害者の署名運動なんかにも積極的に協力して一緒に出てきてね、街に立って署名を訴えるようなこともウイグルの人たちはやっててくれています。で、私自身はですね、縁があってね、実は世界ウイグル会議のですね、ラビア・カーディルさんという総裁がいらっしゃいました。で、この方とですね、実は民主党政権にまだいる時にですね、知り合いになりまして、日本にお越しになった時、なかなかですね、日本のマスコミが取り上げないもんですから、インタビューをしてもらったりね、あるいは、このラビア・カーデルさんがですね、日本にいらした時に、まあ、週刊誌の記者とか、まあ、知り合いの通信社の記者は通信ですけどね、10人ぐらいで、お話を聞く会をやったりということもやってきてですね、まあ、それ以来このウイグルの問題とは向き合ってきているわけなんですね。まあ、当時ですね、同時にですね、私はもう中国にも非常に友人が多かったんですけどね、実際どうなのかという思いがあって、中国にウイグルには行けなかったんですけどね、中国の東北地方であるとか、深圳とか上海とか北京とかそういうところに行った時には折があったらですね、その土地のウイグルの人たちがどんな暮らししてるかということもですね、関心持ってですね、友人と一緒に訪問したり、ウイグルの料理店結構あったんですね。結構美味しかったですけどね、中国にあるのね、今はもうないんですよ。ウイグルのレストランなんかも行って、料理を食べたり、ウイグルの芸能を楽しんだり、まあ、そういうことができたのはもう5年ぐらい前まではね、そういうことはまだかなりね、いろいろこの弾圧の問題っていうのは長く続いてるんですけども、できたんですね。で、それはもう今もう全然できない。深圳にも上海にもね、ウイグルの人たちのお店なんてもうないですよ。で、中国の東北地方でもよく見かけたね、イスラムの礼拝堂のようなものとか、イスラム料理店っていうのもね、だいぶ閉められていますよね。緑色の看板のね、あるいは青い看板のお店があったんですけどね、まあ、そういう苦しい状況にあるんですね。で、私はですね、ぜひね、この問題触れるときにですね、皆さんに知ってほしいのはね、我が身にね、引きつけてほしいんですよね。これ やられたことはですね、清水さんがですね、優しい絵だからこれまだ見れるんですけどね、強制収容所に送られたり、あるいは体をですね、薬品とか手術でですね、不妊の体にされたりとかね、辛い話がいっぱい出てきますけれど、私は特に何人かの知り合いのことを考えたときにね、本当に さっきのハリマトローズさんという方もね、あの人の立場に自分が立ったらどうだったんだろうなっていうことをよく考えるんですよ。で、まあ本当にウイグルの人は申し訳ないですけどね、イスラムの人たちってこうやってお酒飲みませんけどね、これ日本流なんで許してほしいんですけどね、お酒を日本人同士が今組み交わしながらね、話してるっていうつもりで今話をねこうやって飲みながらやってるんですが、イスラムの人たちは酒は飲みませんのでね、ただ私が同じ立場に置かれたら、例えばですね、行った先のモンゴルであるとか韓国であるとか、あるいは中国に私がいたとして、日本でね、例えば私は、まあ、今回いろんな意味で圧力を受けましたけどね、まあ、私が私である限りね、例えば日本っていうふるさとに帰ってこれない、
帰ったら必ず捕まって殺されることもある。というような状況になったとしたら、それが、まあ、例えばですよ、日本だから日本人だからっていうことで何か捕まるってことはないかもしれない。でも、まあ、中華人民共和国ではウイグル人だから捕まる。ということが普通のことになってしまった。で、日本にですね、特に、これは過去のね、例えばスターリン時代のソ連とか、今、例えば北朝鮮では当たり前にな、もう今でも続いてるんですけど、外国と触れ合ったことが、まあ、その人の人生についてね、もう疑問に持たれるようなね、例えば自分たちの国、北朝鮮なら北朝鮮とかね、中国にとってね、信用を受けない存在になる。そんなようなことを逆にですね、自分に置き換えて、自分がですね、日本においてそういう信用の置けない人間ってレッテルを貼られてですよ。それは自分に責任がない形でですね、出自とかね、そういうことでされる。で、帰ってこれなくなる。帰ってこれない。それで自分の例えば親族とね、連絡が取れなくなる。異国ですよね。なんだかんだ言ってもね。例えば中国に、私は中国はかなり行ってますよね。前にも紹介した通り数百回行ってますし、ウイグル以外のところは大体行ってますね。チベットも全部は行ってませんけどね。南モンゴルにも行ってます。いろんな街歩いてですね、いろんな民族の人たちにも会いましたけどね。まあ、ああいうところに一人ね、日本を離れて置かれてね、ああいうところ行くと帰って日本の良さがあるんだけど、それはウイグルの人たちが例えば日本にいろんなことで、まあ、日本が好きでいらした方もいらっしゃるし、まあ、勉強のため仕事のためにいらして帰れなくなったって方もいらっしゃるでしょうけどもね。しかしどんなにね、例えば外国が好きでもね、自分のふるさとが嫌いだって人はいないと思うんですよ。ましてそのいろんな宗教上の文化生活あと、まあ、家族のことがあればね、みんな本来は、帰った、自分の生まれたところに帰ったことが一番落ち着くわけだしね。私もその好きな国ね、モンゴルとかロシア行っても日本に帰ってくるとやっぱり、ほっとしますしね。そういうものが失われてるっていうことのね、重大さ。こういうことをね、ぜひね、日本という国のありがたさとともにですね、でもありがたい国だけにね、こういう人たちについてはね、我々は本当に応援しなきゃならないと思うんですよ。またですね、今、やっぱりね、思うんですけどね、この清水さんっていう方ね、清水智美さんっていう方、まあ、こういう形でわざわざですね、新しい本ができましたからということを送っていただく、本当にありがたいことだし、私もこれまた別に買ってですね、前の本はですね、私、知り合いの喫茶店に置いてもらったりとかしてるんですが、まあ、そういう形でね、ぜひ皆さんね、これがね、みんなの目に触れるところにね、置いていただきたい。自分自身も読んでいただいてね。で、まあ、そういうことをね、許さないんだ。中国を憎めとかそういうことではありません。中国というのは非常に生きづらい国になってて、これ、ウイグルの人で終わらないと思うんですよ。南モンゴルでもやっぱり、モンゴル文字のね、モンゴル語を使う教科書が廃止される。で、これ抗議した子供たちや、子供の親御さんたちがですね、逮捕される。で、今度はまたね、吉林省や遼寧省の方で、朝鮮族の人たちがね、ハングルを使った教科書を禁止される。で、何かあったらですね、偉大な中華民族にみんななっていくんだと。中華人民共和国のね。で、これはもう私はですね、ピンとくるのはね、スターリン時代のね、偽の民族平等主義というかね、まあ、ある意味ね、みんながその、お互いを尊重して、市民として平等だってのはいいことかもしれないけれども、無理やり人為的に作ってね、民族的な差異を捨てさせてね、指導的な民族、例えばソ連だったらロシアだよね。おかしなことにですね、スターリンというのはグルジア人だけれども、ロシア文化をね、少数民族に押し付けるってことをやったわけなんですよ。だからそういうような
ことを彷彿とさせるんですけどね、今それが現実にスターリン時代からですね90年経った現在の21世紀のねアジアで起きてると。これはですね、単に外国の話じゃなくて、実は、まあ、この間のことで皆さんご存知だと思いますけどね、その同じ国がね、日本にも影響力を増してきてる。アメリカにも影響力を増してきてる。その時にその影響力を増してる国の内実は何なのかっていうことをね、こういうことでね、知っていただく必要があると思うんですよね。で私自身はね、今後ともですね、例えば声高にですね、いろんなことは言ったり言わなかったりも多いんですけどね、ウイグルの問題だけはね、見つめていこうと思います。これは同じだと思いますけどね、他の国のこともね。でも、ぜひこれはね、ちょっとゆとりがあったら見てほしいとか、そうじゃなくて、本当にね、例えば日本人が、拉致被害者の問題ね、無関心でいちゃいけないのと同じくらいね、この、やっぱり人の痛みを知るということでね、このウイグルの人たちのことだけは、知ってほしいと思うんですね。で、そういう痛みが共有できる心がね、響き合えるから、日本にいるウイグルの人たちはですね、自分たちが大変なのに、日本人の北朝鮮による拉致問題でもね、手を貸してくれるわけですよね。まあそういうことでね、清水さんも多分ね、これはご本人おっしゃらないんだけども、プロの漫画家でらしておっしゃらないんですが、こういう仕事をすることで仕事もね、やっぱり狭められてるところがあるんじゃないかと思うんですね。ですからね、それだけに、これを本当に生活をかけて出していただいたということを受け止めてですね、この方が次のね、仕事ができるようにするためにも、ネットでどんどんタダで見させるってこともね、清水さんはやられてきましたけども、ぜひですね、こういう形になったね、これワック出版から出てますけどね、ウイルを出してる会社ですね、皆さんこれをね、三釣りまでとどめないで、四釣り、五釣り、十釣りでもね、十番されるぐらい、皆さんが普及に手を貸してほしいと思います。ぜひね、これはね、この動画を見てる人は協力していただきたい。まあ、先般のね、坂東忠臣さんとのライブとアーカイブでね、ちょっとだけこれお話しましたけどね、これ本当に意義のある本なんでね、一つ一つのね、話がね、本当に胸を打ちますね。人間が人間にこれだけのことができるのかね。で、本当にそういうことを、そういうことでね、祖国の名前をね、汚してしまった中国の多くの人たちは本当に不幸です。こういうことがね、やはりダメなんだっていう声がね、世界の中で多数にならないと、誤った道を戻れない、と思うんですよね。ちなみにですね、私はこの中にも出てくるんですけど、食べ物の話も出てきたんでね、まあ、農家出身で日本に、そこの指定で、日本に留学してきたっておっしゃってる、そのね、ご実家のお仕事のことを紹介していたんですけどね、ぶどうを栽培して、ぶどうを栽培した国ってのは大体あれワインにするけど、イスラムの国だから、干しぶどうにする。でも私、上海でですね、ウイグル料理店で食べたね、干しぶどうのうまさってのはね、忘れられなくてね、上海のスーパーストアに探しに行ってね、よく買ってきたもんなんですよ。で、本当にマスカットと同じ、マスカットゴールドと同じような色のね、干しぶどうがあって、本当に美味しいんですよね、そのドライフルーツがね。メロンも食べられる国ですし、それから何より驚いたのは少しね、まあロシアに近い国なんでね。で、これもね、運命が翻弄されてる国なんですね。スターリン時代はですね、第二次世界大戦終わるぐらいまでの時期はね、どうもね、聖域で、まあ、最大半島でね、明朝の時代に、チョークさせてた地域な、チョークをさせていた地域なんですけど、かなりね、1930年代前後まではね、曖昧な、まあ、状況になっちゃって、東トルキスタン共和国っていうのができてですね、場合によっちゃこれソ連
ソ連邦に加盟するような動きすらあった国なんですね。ですから、これはもうちょっとマニアックな話ですけどね、東トルキスタン共和国のね、軍隊の制服ってソ連軍そっくりですよ。当時のね、写真資料を見るとね。まあ、ソ連の側がそういう思惑を持ってね、自国の、なんていうかね、その連邦の一部に取り込もうとしたんだけども、どうもね、スターリンっていうのはね、ロシア革命の後の国内戦でイスラム教徒に随分手を焼いてね、イスラム教徒との戦いがかなり激しかったんでね、ちょっと恐怖してたらしくて、中国の側にね、投げちゃったんですよね。まあそういう、なんていうかね、大国の思惑でね、左右されたっていう面もあるんですけども、まあ本来ですね、平和な民族でシルクロードでね、果物を作って、来たと。で、またそういうロシアに近いっていうことからね、これは一部の人は知ってるんですけど、クワスって言ってね、黒パンを発酵させて作るね、清涼飲料があるんですけどね、これがなんとウイグルでも作られていてですね、ウイグルのはペットボトル入って売ってるんですよね。これも飲んだら結構うまくて、私5年前ですね、上海最後行った時に土産で買ってきたんですよね、日本にね。うまくてね、まあ、飲みたいなと。また、中国行く会あったら買いたいなと思ったんだけども、中国行くのも叶わなくなりましたからね。まあ、そういうね、平和的なね、果物を作って生きてきた人たちなんですね。戦争を繰り返すとかそういうことじゃなくてね。それが実にね、不幸なことにですね、まあ、毛沢東主義をベースとするね、中国のね、偉大な中華民族の復興っていうね、中国共産党の路線に反逆する恐れがあるということで、再教育という形でね、言うことを聞かない人は抹殺する形で、常時数百万人が強制収容されると。人口が大幅に減ってるんですよね。その話も書いてあります。数年でですね、数百万人減ってる。その減った数百万人ってのはどこ行ってしまったのかという問題もあります。こういうことっていうのは他人事では決してないです。そういうことを政策的にこととする国がね、隣国にあり、今、例えばですね、この間まあ、私がいろいろ相談させていただいている国盛州というね、チャンネル桜北海道で、キャスターもやられている本間奈々さん、まあ、国盛州というかね、新党国盛の代表ですね、この間、石垣島に行かれてですね、桜丸っていう船で、尖閣沖で、まあ、漁労をしようということで、私もよくお世話になっている水島代表と一緒に行こうとしたらですね、まあ、止められましてね、海上保安庁と水産庁にね、長尾隆先生もね、衆議院議員のね、行こうとしてこれ止められたと。まあ、止めるのはいろいろ事情があるんでしょうけどね、今、結局、その、中国という存在がこうね、刺激しちゃダメだということでね、自国の領土とか領海にね、日本人が行けないような状況。そういうことを考えるとですね、この問題って全部停留は一つですからね、知っておかなきゃならないことじゃないかな、日本人としてね、ということを思っております。まあそういうことをね、考えながらですね、今日はお話をしたいなと思いました。それからですね、この間ですね、その今言った尖閣の話についてはね、もう一度ですね、皆さんにね、これね、あれやこれだっていろんなものをね、出すんじゃなくてね、なんかそもそもね、ただ単に向こうが出てくるからこっちが出てっては争うと、いうことではなくてね、本来はこれね、何にもですね、日本の側に問題がない。むしろですね、日本は、先のですね、戦争のね、敗戦というものを受け止めてね、その敗戦処理の中で、しかも日本がね、一方的に処理したんではなくて、中国を含む連合国のね、要求を受け入れて、その中でですね、尖閣諸島はそれでもね、日本の主権が認められた地域なんですね。これはポツダム宣言に基づく処理の対象になった地域なんです。尖閣諸島はね。で、沖縄県と一緒に、連合国の占領下に置かれて、
で、このポツダム宣言そもそも出すのはですね、中国も一緒に出してるんですね。イギリスとアメリカと中国がね、8月、昭和20年、1945年の8月に日本に向けて出して、その出した直後にですね、ソビエトがね、対日参戦して、そしたらこのポツダム宣言に参加したわけなんですね。ですから、ロシア、今のロシアも含めてね、このポツダム宣言に基づく戦後処理というのは、戦勝国をもですね、縛りながらやった。領土不拡大の原則でね。で、戦後処理の中ではね、漁業権の争いはあったけどもですね、正面からね、この尖閣諸島を中国のものにしてくれなんて話は一度もなかったんですね。1951年のサンフランシスコ講和条約の中でもなかった。で、そういう中で日本の潜在主権が認められている地域として沖縄に含まれる尖閣諸島という位置づけがあったもんだから、それが改めて1972年に時のアメリカの大統領のリチャード・ニクソン大統領にも確認されて、わざわざこれ確認してんですよ、尖閣諸島の主権をね。で、その確認した記録がね、カリフォルニアのですね、ニクソン図書館というところでちゃんと音声記録で残ってるんですね。キッシンジャー補佐官とですね、ニクソン大統領の会話がですね、録音されてる、20分間ね。これがちゃんと記録されていて、その内容を起こすとですね、日本にはこれ明確にこの尖閣諸島には主権があるから、沖縄県と一緒の扱いで返すんだってことが確認されてるわけです。したがってですね、今のバイデン政権の態度ってのは非常に問題があるんですね。なんか日米安保条約の第5条適用してやるからみたいな話だったのに、そうじゃないんですよ。尖閣諸島を日本にね、引き渡したっていうのはね、アメリカの行為そのものなんでね、アメリカが主権を認めてるからやってるんでね、バイデン政権は中国との間の主権の争いは関与しないって言ったんだけどね、おかしいんですよ。自分がやったことに対してね、紛争が生じてんならね、アメリカという国がやった行為についてきちんとね、責任を持たなきゃなんない。だから単にね、人に守ってもらうとかそういう問題じゃないんですよ。尖閣諸島が日本に施政権が返還されたっていう行為そのものはですね、アメリカが責任を負う行為でもあるし、中華民国が責任を負う行為であり、中華民国がですね、中華人民共和国の成立以前にね、中国を代表していた以上、中華人民共和国もこれをね、引き継がなきゃならない。こういう国際慣例があるわけですね。こういうところの基本をね、必ず明らかにしてですね、単に日本と中国との間の争いではなくて、本来ね、第二次世界大戦の戦後処理の基本に関わる問題として、日本は国連でもね、訴えてですね、アメリカとも、強調した外交の一つの柱にして、アメリカにも主張してもらうという立場で、外交は展開すべきだと思うし、そういう議論がされるように日本国内でも多くの日本人が知るべきじゃないかなと思っております。まあそんなことをね、つらつらと考えながらね、まあ酒を飲んでるわけですけどね。で、明日日曜日はですね、また定例のライブで、いろんな話をしますけどね、おかげさまでですね、アメリカの問題ね、アメリカのボスラビの問題っていうのもいろんな資料が出てきて、この間ですね、紹介しましたように、昨日あたり出したね、メルマガではね、一部分ですが、例のなんとか崇拝のね、アメリカの司法当局のマニュアルの一部を紹介し、同時にですね、このマニュアル全体のね、まあ、原文とですね、原文っていうか、大元のオリジナルのものですね、それから、全翻訳、これは仮訳で、今直して、また直したものも随時、上げていきますけどね。とりあえず仮訳のもの全訳をですね、インテリジェンスウェポンのコンテンツにしています。それからですね、引き続きですね、いろんな資料来ていまして、これも今、順次ですね、コンテンツ化することにしておりますので、いろんなコンテンツはもうね、かなり、充実しました。動画コンテンツもありますよ。ワンドーさんとですね、話し合ったね、この、なんとか崇拝に関わるですね、
ライブのアーカイブもですね、ノーカットで、ニャオンがなしのやつもね、出しましたし、その他にね、補足的に撮ったね、動画もコンテンツに近々上げます。ぜひですね、皆さんね、このインテリジェンスウェポンの方もね、覗いてみていただきたいと思います。無料会員の方にもね、ちょっとこの、今紹介した、司法当局のね、マニュアルの一部、おそらく、こう、1日2日のうちに、一部分公開ですけれども、メルマガで配信することになると思います。楽しみにしてください。引き続き頑張ってですね、いろんなことをですね、皆さんにお伝えしようと思います。まあ、そういうことで、今日はですね、短めですけどね、もう30分経ちましたんで、これを、この勝ち馬をですね、いただきながらの、俺話を、これぐらいでお開きにさせていただこうと思います。皆さんもですね、この週末はゆっくり休まれてですね、また、もし、ご都合がよろしければ、日曜日のおそらく10時半からやると思いますが、ライブの方も遊びに来てください。それではまた明日お会いします。ありがとうございました。